や大雨などによる災害に備え、山坑周辺などでコンクリートと土の間に水が入る隙間がないか。緊張します。めちゃくちゃ緊張してます。焦ったいから、とりあえず準備したら前向いてあげると、あのカメラさんが合わせてくれる。はい、こんばんは。台風や大雨などによる災害に備え、山間部の国道に面した斜面の方、静岡地裁に通知しました。行われたのは小山町の国道204号。お疲れ様でした。ノーカミだったんで、良かったと思います。良かった。良かった。お疲れ様でした。リハーサルのもう100倍緊張しました。うん、あ、そうだね。はい。うん、もう口パッサパサですね。緊張するね、こっちがね。まあ、本当初泣きは一度しかないんでね。はい。はい、それをやり遂げたってことは自信になると思うんで、これから頑張ってください。はい、なんかいいですね。